マインクラフトっていうゲームをより太古の人々の暮らし、戦いだったりっていうのを表現していると思っていて、でもそれをなぜゲームの世界でまでプリミティブなことをやらなきゃいけないのか、我々のその文明っていうのが高度に発達して YouTube でサバイバル動画を見るみたいな行為でしか我々のそのプリミティブな欲求を解消することができない、自分もだからこの中で人間が技術で作ってきたものっていうのは一切入れてなくて、絶対に複製なし得ないそういうモチーフを作った時になぜかどこか懐かしさだったりとか結構ダイレクトに響く部分っていうのがあるなと思って、今回はそういう風に作りました。プロセスとしてはまず VR で、自分がモデリングした人だったり馬だったりこのパソコン上の中で編集して、それを印刷面を4色に分解してコピー機でまず白黒印刷するんですね。それをシルクスクリーンの版にして、それを自分が手でこう擦っていくという手法ですね。部分部分レイヤーを分けて画像の大きさを変えて画像を小さくしたり大きくしたりしてこう破壊してるんですよね。そういうやり方になります。